今夜アナティのお祭りの前夜祭でしょ。ああ。仲間と屋台を出すんです。助けてもらったお礼がしたいので来てくれませんか。この前腕相撲した馬車が目印です。そうか、わかった。ニーナだったな。覚えていてくれたんですね。そうか、わかったか。あんなこと言っちゃったけど、本当に来たらどうしよう。私竜になっちゃう。絶対なっちゃう。来る、来ない、来る、来ない、来る、来ない、何してるんですか。やめてくださいよ。何してんですか。しどい。これが噂の腕相撲のイケメンですよ。ふーん、なかなかね。いらっしゃいませ。この子と前夜祭を見て回ってくれねえか。ガキのくせに意外と胸はでかい。うんでかい、でかい。あった、うわーっかじゃないの。わかった。初めてには感じなかった。そんなまた会えるといいな。え、会えるといいな、会えるといいな、会えるといいな。これが恋。伝えたいことというのは、これなんだと思う？それは俺のとっておきのファンレターだ。中学生の女の子みたいなんだけど、色鉛筆でイラストまで描いてくれ。この人のおかげで俺の小説は面白いんだ。描いてよかったって胸を張れた。先輩、このファンレターを送ってくれたのは先輩だろ。バレてしまっては仕方がないな。ありがとう。決めたぞ、正宗君。世界で一番面白い小説を書き、自分で読むこと。改めて、今度は自分の手で叶えてみようと思う。そしてもう一つ。たった今、新しい夢を見つけた。へー、どんな夢？詳細は教えられないが。そうだな。差し当たっては君に、私のことを好きになってもらおうか。お？やべ。ああ、そう。え？ああ。おい。ごめんなさい。ほったらかしかよ。あれ？これ違うじゃん。何やってんだあいつ。今日はたっくんとたくさんたくさんお話ししちゃった。うにゃうにゃにゃ。うまく話せてたかな。顔赤くなかったかな。変な女の子って思われなかったかな。この夏なんとかチャンスを作らなくっちゃ。だって約束の日はもうすぐなんだもん。危なかったわ、これを見られては。なんだこりゃ。もしかしてシート、最近彼がなんだか冷たい。
私が別の男の子と話してるだけでぶっきらぼう。これってもしや死？彼が私に死？トゥナイ、問い詰めてならミートナイ。彼はこう答えるの。お前が可愛すぎるからだ。やんやんやん、今宵二人はランのウェイ、今宵二人はランのウェイ。これは…中二の弟と同じ代物。大丈夫、名前までは分からないわ。愛、冬海って書いてある。とりあえず落ち着こう。冬海愛は俺と同じくらいの妄想家でポエマーで、タックンが好き、村田ミッシェル、タイゴロ。愛、冬海見たのね。見てない。俺じゃない。見てない。俺じゃない。弟だから。嘘つけ。大丈夫？どっか撃った？殺して。え？殺してよ、殺してよ。私みたいな暴走馬が生きてたんでしょうがないもん。ちょっと落ち着けって。見たんでしょ、私の暴走魔界ポエム満載の。笑ってよ。不気味だって威張ってる冬見愛が小学生みたいな妄想してるって笑いなさいよ。笑わねえよ、俺は。殺されたって笑わねえよ。やばい、なんなのこの量。協力しても終わる気がしない。宿題、噂通り鬼畜だったな、うちの学校。さっさと終わらせて受験勉強の方やりたいのに。やっぱりエッちゃんみたいに予備校もう始めとくべきかな。麦はどうすんの？冬あたりからかな。うちお金ないしな。あのさ、うん、俺宿題終わったら先生に告るわ。じゃあ私も。おー、マジ路地に行くか。勉強やった、やった。一応ね、二人とも真面目だもん。優等生なの私たち。怖い？うん、そりゃすげえ怖い。返事聞きたくない。ダメって分かってるけど。あいつだと思っていいよ、うん、あれ、こんなこと変なの今さらわざわざ言うって。もともと麦と私はそれありきで。なんか俺だけ？え？ならいいけど別に。え、ちょ、なに、わかんない。言ってよ、言ってくれなきゃ。もしかしたら同じかもしれないし。なんかいつからとかわかんねえけど、代わりにできない、花火のこと。それってつまり、あの、あれ、なんか言葉出ない。なんで、早くなんか言わなきゃ。